おはようさん。今日はマジで念願のマクドナルドのてりたま。てりたま発売日なんですよ。でうちマジでてりたま大好きで、本当に1年間この日を待っていたの。でそれがやっと食べれるっていう朝です。まあ1時半なんですけど、でしかもシャカシャカポテト、シャカシャカポテトが梅のり味っていうのが出てまして、もう This is my day、 もう今日うちの日じゃんみたいな。今 Uber Eats さんが配達をしてくれたんですけど、インターホンの玄関モニターで Uber Eats さんがいつも映るので、いつもなんか Uber Eats さんはこれが玄関モニターだとしたら Uber でーすみたいな感じだ。でも今日の Uber Eats の配達員さんはマジでこうやって商品を見せてくれた。マジエンターテイナー、本当にありがとう。マジで本当になんか楽しみ倍増したし、なんかマジありがとう本当に。見せるね、ちょっと写真撮りたい。もうマジでそれだったから、本当にもう足の角度とか完璧なの。もうかもこれマジありがとう本当に。すごなんかそういうことをしたい。なんかこうさ、ちょっとでも周りの人を笑顔にするみたいな。うちだってマジでこの方のおかげでマジワクワク増したもんね。え、ちょっと待ってね、本当にありがとう。やばい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 、本当にどうしよう。やばいて、お前さん、うん、梅のりしよう。やばいやばいやばい、うチーズデータ、あーマジで生きててよかった、本当にありがとう。マジで世界一シャカシャカポテト楽しんだ自信あるわ。じゃあメロンソーダにしました。なんか最近コーラをやめようと思って、でも動画を撮るときはコーラは飲んでもいいっていう制度にしたんですけど、コーラを飲まなすぎてなんかコーラいらないみたいな次元に来た。だからメロンソーダにした。おててとおてての顔合わせ、いただきます。うまっ。マックのポテトが一番優秀だと思う、個人的に。やばい、チーズと入れた。やばい、目合ってる目合ってる。やばい、ちょっとなんか1年ぶりぐらいだからちょっと軽く人見知りするわ。結構チーズテリアは汚くなるし、手が。そんなのどうでもいいよ、こういう困難与えてくれた方が。絶対に絶対に絶対に。天才かよ。何？なんか今日夢でお父さんの手がめちゃくちゃ腫れてて、なんか赤くなってるの。ちょっとなんか先にピヨンみたいな細いピアノ線みたいな紐が出てて、でうわそれ絶対寄生虫とかが入っちゃってんだよみたいな。もう指こんなパンパンに腫れ上がってて、思い切ってこの手から出てる紐を引っ張ろうみたいになったの。でお父さんがうわって引っ張ったの。そしたらこの笛が出てきた、この笛が出てきた、この笛が出てきた、この笛が、もうこれが指先からふわってきて、何やった何やったってなって、笛？何だったんだろうあの夢は。ちなみにこの笛はお母さんから私がもらったんですけど、鍵とかにつけときなさいって言って、なんだ防犯っていうか、まあなんかこう不審者的なものに襲われた時とか、まあ例えば災害にあった時、災害にあって声が出せないけど助けを呼びたい時とかに、これがマジでお前の命を救うから持っとけっておかんに託されたんですけど、うん、まあ、もうちょい音出て人を助けるのならばね。あ、出た。あ、こうやってやるの。その元気があるのかっていうことだよね。その不審者に何かされてやばいやばいやばいみたいな。うちの鍵がこれなの、エンキー。このカラビナを使ってて、でもこれにつけるってことやん。これいつも私あのこうここら辺つけてるの。だから不審者に襲われましたの時に、やーやー、お
遅い遅い。もうネックレスとしてこうかけとくしかないんだろうね多分。こうしてこうみたいなタイムロスがあるんで、ネックレスにするとこの状態ですよ。この状態で歩いてたら、いやでも遅い、でも遅い。うん、まあもう、まあ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 、なんか逃げつつみたいな感じだろうね。逃げながらこうってことなんだろう。まあ不審者だったら声出すけどね、わーの方が早いもんね。で、ちょっと一回食べていい？喋りながら食べちゃうとお腹いっぱいになっちゃうから、ちょっと一回食べるね。ごちそうさまでした。目がかゆい、書きたい、書きたいけど書けない。お腹満たされて、思う存分喋ることができるぞってなりましたわけなんでございますけれども、今日はなんかもう話したいことがあって、今季節今季節は3月なんですよね。今これ撮ってるのが3月9日でして、お父さんとお母さんの誕生日です。おめでとうございます。お父さんとお母さん同じ誕生日ってすごすぎないっていう感じで、まさに運命。しかもレミオロメンさんの曲で3月9日っていうすこぶる名曲があるじゃないですか。流れる季節の真ん中でってね、まあ、素晴らしい歌もあって、3月9日ってなんかこう西家、私の家族の中ではすごい奇跡の日というか、なんか大事な日なんですよね。なんかね、お父さんとお母さんの出会いってすごい運命的なんですよ。別々のとこで育って大人になったんですよ2人とも。で21、22、23ぐらいの時にお母さんが転職を考えてて、でおとんは大学生だったよみたいな感じで、まあおかんが、まあ、転職前にちょっとバイトしようかなみたいな感じでゲレンデのバイトに行ったらしいんですよ。そしたらおとんがいて、でなんか最初はなんかおかんはなんかおとんのことが全然なんかタイプでもなんでもなかったみたいな、なんかただ自分の後ろをちょこちょこついてくるなんか年下の男の子がいたみたいな。おとんはなんかこうおかんのことが大好きだったらしくて、みんなでさバイト終わってちょっと飲んでる時とかにとかやってきたらしくて、まあさすがうちのおとんだなっていう感じなんですけどなんかあと夜にみんなでこう飲んでて、女子の部屋で飲んでたらしくて、で明日もバイトあるし早いし男子帰ってみたいな感じになったらしいので、これで男子帰らせて、でもおとんとおかんの部屋が隣だったらしいので、そしたら窓からドンドンドンって聞こえて、えって思ってみたらおとんが窓に張り付いてってやってきたらしくて、でしかもなんかさすごいのが2階だったらしいんですけど、ベランダとかが特にあるとこじゃなかったらしい。だからただただ窓があるみたいな、そこにおとんがへばりついて、もう時代が時代だったらもうこれですよって。でもさおかんもさ楽しそうにさ、もうさお父さん探検部だったからさ、いや関係ない関係ない、探検部だから貼り付けたとかそういうの関係ない関係ない。てか探検部って何、なん探検部って。いや別に探検部をバカにしてるとかじゃなくて、山を探検するぞみたいな部活に入ってたらしいんですね。おとん面白すぎだろ、なんだその特殊な部活は。登山部とかだまだわかるけど、わかる。探検部ってのは探検ってなんかワクワクすんなおい。でもこうやってへばりついてみたいなやってきたけど、まあ別にそんな気持ち悪い男を部屋に入れるわけないじゃないですか。ほんとごめんねおとん。うん、今となっては、おとんかわいいってなるけど、うん、それね、はたから聞いたらね、もし自分がやられたらめちゃくちゃ気持ち悪いぞ。ちょっと気になってたとしても気持ち悪いよ。まあ、もちろん返したらしいんですけど、もうそのまま、もういてててみたいな感じでお母さんが跳ねのけたらしいんですけど、もうおとんはこうやって、帰ってったらしいんですけど。でも、おとんは天真爛漫なんですよ。まっすぐ、全部、お母さんに僕が本当の男の優しさを教えてあげるとかって言ってくるんだって。すごいみたいな。すごいみたいな。言われたみたいな。とか、いまだになんか突然、お母さん愛してるよみたいなこと言うの。で、お母さんも、はいはい、愛してるよみたいな。なんか LINE でも、ほぼ毎日、愛してる。お母さんと出会えてよかったって。もう60とかだよ、もううちのおとんとおかんは。だけど、それをしてるっていうのが、私はすごいなんかいいなって思う。マジで、そういう旦那さんを見つけるぞ、どんどん見つけるぞ、どんどん。おとんはなんかもともと魚の博士になりたかったらしいの。いや可愛すぎ、魚の博士て。でも学者とかってすごい大変、夢を追うみたいな位置にあるらしくて、でも僕はお母さんが幸せになってほしいから、お母さんを幸せにすることに人生をかけるって
言ったらしくて、で学者の夢を諦めて仕事をするっていうのを選んだらしいんですけど、マジでおとん本当にうちのおかんを幸せにしてくれてありがとう。これからも幸せにしような。おかん俺もついてる、で兄弟もついてる、うん、おかんは幸せになれ。まあだけどそんなアピールありつつ、まあおかんはなんか別にみたいな感じだったらしいんだけど、短期のバイトだったからおとんが先にバイト終わって地元に帰りました。だっておかんは残ってそのゲレンデでバイトを続けてたんだけど、なんか寂しいなってなったらしくて、おかんが連絡して、そこから二人でなんか愛を、うん、愛を育んでいっただとか、うんうんうん、いいよね。なんかそういう運命的な出会いみたいな、なんかもうおかんはなんかもう結婚なんかしないみたいな感じだったらしいの。マジでよかった。もうおかんとおとんがそのゲレンデで出会わなかったら今この私っていないんだって思ったら、おとんとおかんが出会わなかったとしても私はどっかに生まれてたのだろうかとか、そういうことを考えちゃうとなんか不安になっちゃいますけど、まあ ね、そんななんかネガティブになんなくていい。お母さんとお父さんにね、いつもありがとうということを伝えたいと思います。で今日話したいのは、まあもう3月ってなったらもう新生活が忍び寄ってるやん。この3月、4月、5月、6月、7月ぐらいの思い出なんだけど、なんかもうすっげえ人生で濃い思い出があって、それが教育実習なんですよ。私は保健室の先生の免許と体育の先生の免許を2つ取るっていう感じで、同じ学校に3ヶ月弱教育実習でいるっていう状況になった。うちの母校だったんだけど、そこが私立だったから、うちが高校に通ってた時と先生がそんなに変わってなかったので、なんかもう遊びそうじゃん遊びそうじゃんみたいな感じなの。こっちはそこに現役時代最も恐れられた天の川先生っていう人がいたんですよ。天の川っていう名前ではないんですけど、ここでは天の川先生とさせてください。その先生ってマジで怖くて、生徒指導の先生っているじゃん、もう絶対怖い先生がなるポジションで、その生徒指導の先生が天の川先生だったの。女性の、多分当時40とかぐらいだったのかな、分かんないけど、その先生マジで怖くて、なんかもうその先生に捕まったら終わりみたいな、おいスカートで、こんな感じなの。声とかもう超通るの、なんかおいスカート、こんな感じ。本当に超怖い先生だったの。でもうみんな天の川先生来たらみたいななるぐらい、スカート折っちゃいけない感じだったの。規定の長さでいけみたいな。で、あのバッグもなんかめっちゃダサいバッグ、うん、それを使えみたいな感じで、本当になんかもうダサい制服だったんですけど、もうそれをちゃんと着なきゃいけないみたいな高校だったの。でもさ、やっぱさ思春期じゃん高校生って、だからもう折るのよスカートを。それをもう見逃さない。あいあいあいマジで怖い。あの声がもう今でも耳に残るぐらい。まあうちが教育実習するってなった時もいたわけですよ。もう重鎮ですよ、もう本当に。もう重鎮も重鎮になっていて。だってうちがいた時ですら重鎮だったのに、もう上り詰めてらっしゃいましたね、あの人は。もうあの人がなんか言えばもうそうなるみたいな。もうすごい権力者になられていて。で、うわ、いるんだみたいな。天の川先生いるんだみたいな。ちょっと待ってよ。天の川先生の担当教科って、大工じゃね？ちょっと待って。で、教育実習って教育実習生に担当教務がつくんですよ。もう付きっきりで1対1対マンで教えるよみたいな先生がいるの。だからその先生って超重要なの。うち本当に先生とかと結構仲良かった方だったから、もう絶対楽しいじゃんみたいな。で、体育の先生で違う先生がいて、戸締まり先生っていう人がいて、で、戸締まり先生とかだったらもう超仲いいの。戸締まり先生やみたいな感じでできるぐらい仲良かった人だから、もう頼むからその先生で会ってくれって、お願いってやってさ、そしたら、ミスさんの担当は天の川先生です。天の川先生です。終わった。教育実習始まる前に連絡を取ってた先生がいたの。その先生に、あ、西の担当教務天の川先生らしいよって聞いて、待って、やばいんだけどみたいに言ったら、あの天の川先生が西をコテンパンにしてやるって言ってたよみたいな。覚えてんの？まず私のこと覚えてんの？私なんか、まあ確かに学生生活うるさかったとは思うんですけど、なんかこうダメなことをする目立ち方というよりかは、結構まあなんて言うんだろう、賑やかな女子だったんです。ただの賑やかな女子だったから、天の川先生に怒られることもそんなになかったの。うちが覚えてんのは体育の授業ではしゃぎすぎて、その後体育終わった後に天の川先生がうちが仲いい別の先生に、あの西に忠告しとけみたいな、ちょっとうるせえよって言っとけみたいな
のを言ってたらしくて、でそれを他の先生から聞いたの。あのなんか天の川先生がちょっと西うるさいから気をつけろよみたいなこと言ってたよ。それぐらいなの、直接怒られたのって。直接ってもないじゃんそれも。だからなんで記憶に残っていらっしゃる、もうすごいんだろうね、もう天の川先生って多分すごいんだろうねみたいな。悪さをして怒られた記憶なんてないのに、コテンパンにしてやるって何みたいな。え、教育実習ってあれだよね、その教育実習生がちゃんとした先生になれるように指導をするっていう、まあ、お祭りというかイベントだよね。コテンパンにするって何で、私はもう超恐怖だったの。もうやだなみたいな。いざ教育実習始まったわけですよ。私は保健室の先生から教育実習が始まったので、保健室の先生は超優しかったの。結構世代もだから近いね、27、8、9とかそのぐらいの人だったから、すごいうちに寄り添ってくれて、なんか気楽にやればいいよみたいな感じの人だったの。マジありがたいと思って、本当に楽しく過ごしてたわけですよ1ヶ月を。で、体育の教育実習の1週間前になったんですよ。そしたら急に保健室にガラ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 、おい西、今楽しくやってるかもしんねえけど、そのままの顔できたら教育実習させねえかなって言われたんですよ。何のことと思って。天野先生は私の顔ですね、メイクについて言ってらっしゃった。私はまあ一応教育実習なんですけど、ファンデーションと眉毛マスカラをして、まあ、保健室の先生をやっていたよと。で、まあでもうちの意見としてはね、きったれすっぴんで仕事をするよりもある程度綺麗にしておいた方が周りも気持ちいいじゃん。なんか汚いやついんなーっていうよりも、まあちゃんとしてるよっていう意味でのメイクなんですよ。ある程度社会人として的な意味でやってたから、えってなったわけ。え、なんでって。でも体育の教育実習では多分メイクは許されないんだなと思って、まあ、釘を刺されたんですよ天の川先生に。で、来たる体育教育実習の初日に今日からよろしくお願いしますっていうのを天の川先生に言いに行ったんですよ。ここ失礼します、本日より体育教育実習でお世話になります、西ほにゃららです、よろしくお願いしますの、よろしくお願いしますぐらいで帰れって言われたの。えってなって、だって天の川先生後ろ見てたの。こういう状態ね、天の川先生こういう状態、もう外見てます、なんか外見てる。で、私はもうこういう感じ、本日より体育教育実習でお世話になります、西雅子です、よろしくお願いします、帰れ。え、なんでみたいな。てか顔も見てないやんみたいな。お前先週あんだけ言ったのにお前メイクしてきてんだろって言われて、まあ確かにファンデーションと眉毛描いていっちゃったんですよ。はい、いやだって眉毛ないし肌汚いし日焼けしたくないし日焼けってシミになるじゃないですか。だからもうせめて肌と眉毛だけはとか思っちゃったんですよね。すいません本当に。そうでそれがなんかなぜかバレてて、道具倉庫みたいなところが控室だったんですけど、朝そこに行って時間になって体育教官室に行ったっていう、まだ私一度も顔見られてないのにノールックで当てられたんですよ。え、すごって思って、もう多分私がメイクしてくるっていうのはもう予想がついてたんでしょうね。で、もういきなり初日からお願いしますお願いしますみたいなあの状態、わかる？なんか部活やってる人だったらわかるよね。先生がどんどん行っちゃうと、いいよお前なんかもうやんねえから早く帰れよみたいな、大学側にも行っとくからみたいな、お願いしますお願いしますお願いします。もう体育教官室から職員室までまあまあ遠いんですけど、もうそこをこう追いかけっこ、私が鬼、お願いしますお願いしますとか言って追っかけてんの。で、結構朝だからなんか高校生とかも登校してくるわけで、さいきなりさ、うちまださ紹介もされてないのに、教育実習生ですっていう紹介もされてないのに、お願いしますお願いします、謎の女が天の川先生追いかけてるんですよ。すごい見られてんの。なんか、え、何あの人、何したのてか誰みたいな。もうさ、初日から最悪と思って、しかもなんかメイク落としとかもないから、水道でガン落とし全部でも真っ赤になってんの、顔こすったからね。で、再び先生のとこ行って、もう大泣き、すいませんでした、もうメイクはしてこないので許してください。で、そしたらなんとか許してもらえて、私の自国の教育実習が始まりましたと。でもうそっからの1ヶ月間は本当に地獄だった。高校から実家が超遠かったから、教育実習の間は2、3ヶ月あるし、高校の近くのワンルームに一人暮らししてたので、私朝とか弱いタイプだったから、なんか、お母さんいなくて起きれるかなとか思ってたんだけど、もう恐怖すぎて5時ぐらいにで、あ、始まるみたいな。ではまず序の口から言うと、指導案を全部返される、見てもないの。指導案っていうね、体育を教えるっていう教育実習生だったから、この授業で導入、どういう始まりで授業を始めるか、 YouTube で言ったらオープニングですよ。
で、どういうアップをするのかみたいな、怪我をしないためにどこを伸ばしたりとかどこをほぐしたりすれば怪我しないかみたいな準備運動で本題みたいな。例えばハードルをやるんだったらいきなりハードルを飛ばせても飛べるわけないじゃんみんなみたいな。だからなんかちっちゃいこういうのを用意して飛ぶテンポ感を教えるとか、もうそういう順序があるの。それをこう自分なりに考えた指導案みたいなのを書いて先生に渡して、それは直してもらって、じゃあ実際に授業でやってみようみたいな感じの流れなんですけど、まあその指導案を見てもらうっていうその作業があるんです。もうこの天の川先生超厳しいって分かってたから、毎日徹夜してこうでもないああでもないって参考資料とかもうめっちゃ見てこうこうこうってもう一生懸命作った。もう私結構ね、先生には適当な人間って思われることが多いんですけど、結構真面目なんですよ。結構真面目なの、結構真面目にやってんの。でもうちね、勘違いされること多くて適当な人間だと思われがちなんだけど、マジで真面目にやってたの。その時もね、いつも真面目です私は、皆さん聞いてください。そんなもんなんですよ、もう他人の評価って。でも私はそれを払拭した、払拭したいよっつって真面目にこうやって指導案を書いていた。でも先生にお願いしますって渡すや、そしたらお願いします、ダメ、お前何シャツ出してんの、シャツ、シャツ出てた、ええやろー、シャツぐらい出るやろ、トイレから帰ってきて、わかっ、出たよ。体育の実習生の衣装ってあのポロシャツ、ゴルフとかで男性が着てるようなポロシャツに下スラックスなんですよ。で、まあそれをもうゴリインしなきゃいけないよっていう、そういうスタイリングだったんですね。で、私もそんな天の川先生いるのに出すわけないじゃないですか、もうそんなハンコしませんよ、出てたの、出ちゃったの。もうそれで見てもらえなくなっちゃって、そっからまたお願いします、お願いします、お願いします、お願いしますってね、追いかけっこ始まるわけですよ。でもう名物ですよ、もうああまたあの教育実習生追いかけっこしてるみたいな、最悪。まあそんな毎日で、その時の体育の内容がハードルだったんですよ。知るか、日本体育大学っていうところに通ってて、でそこであの教員免許を取る。でその日体の授業でもいろいろスポーツさせられるんですよ。1時間目バスケ、2時間目バレー、3時間目ソフトボール、4時間目水泳みたいな、なんかそういう日があるぐらい、あのいろんな体育というかを学ぶんだけど、ハードルだけはやったことない。うん、陸上とかはあったけどね、クラウチングスタートの仕方とかそういうのを学んできてたから、ハードルってなったわけですよ。知らんがなと。だけど私もハードル勉強しました。そりゃもう人に教えないといけない、この何も知らない可愛い高校生たちにハードルを教えないといけない、結構勉強したの。で指導案もやっと通って、もう何回も書き直しましたけど、さあ授業だってなる前に天の川先生に呼び出されて、お前さハードルできんのって言われまして、できるっていうほどではないんですけどって言ったら、あお前教えんだろ、教えるお前がハードルできなくてどうすんだよって言われて、ごもっともー、ごもっともー、今思えばごもっともー。そっから確かその日が4時間目とかがうちの初授業みたいな、それまでの時間全部グランド使ってうち一人でハードルの練習してんので、ハードルって123で飛ぶんですけど、声出せとか言われるから123123ってやってるんですよ。教室からも見れる校庭だったからめっちゃ見られてるんですよ。123123、もうほんと地獄で、他の教育実習生とか超楽しそうなの、先生待ってやばいっすそれはとか言って言いながら、うちの前を通り過ぎていくの、あ、ニシみたいな、めっちゃ輝いてる、めっちゃ輝いてんやんお前、一緒に頑張ろうなって言ったよ。で、うちの唯一の救いは体育天の川先生、保健体育道しるべ先生だったかな、超いい先生だったの。あのさ、さっき話したさ、高校生の時体育の授業でさ、天の川先生にさ、西がうるさいって忠告しとけって言われた先生いるじゃん、その先生だと、保健体育の担当の先生が、だからもう超仲いいの。もうなんかマジで天の川先生厳しくてみたいな。でもその先生も超いい先生だから、厳しいってのは愛なんだよみたいな。いや分かってるっすけど無理っすよ、だって暑い中水分補給もさせてもらえず123なんすよ。愚痴を聞いてもらって、まあ頑張れお前できるからみたいな、もうすごいなんかね超いい先生で、ね、本当にかっこよかったの。どっちも女性なんだけど、マジでこの道しるべ先生が超かっこ、マジ幸せになってるかな道しるべ先生。保健の授業はマジで楽しくて、もう、うちのショータイムみたいな、生徒のみんなに面白いって思ってもらえる授業をしようみたいなモチベーションになれたの。ここなんだ、はい、ババカぐらいのテンション感でできたんですけど、保健体育とは打って変わって体育の時間は本当に集まってください
みたいな。もう緊張してるから。で、しかもなんかその時のね、生徒さんもマジでいい子たちばっかで、すごい気使ってくれるの。なんかもうほんと申し訳ない。うちがさ、その天の川先生が厳しいっていうのは、もうみんなわかってるから、もううちがかわいそうみたいな目で見られてるの。生徒にも。授業始まる時に、じゃあ集合みたいな。言うわけですよ。そしたらみんなシャッって集まってくれるの。西先生集合って言ってる！シャッ集まってくれて。ありがとう、マジでみんな。協力してくれてありがとうみたいな。本当にその時の生徒さんのおかげで、超スムーズに授業が行くわけ。本当にね、あんな子たちって、今時の高校生っているのってぐらい、西先生、これはどうですか ?1、2、3! とか言って。マジで可愛かった。マジでうちがそれ唯一の救いで、本当に生徒のみんながいい子すぎたっていう。担任みたいなのも持たせてもらえるの。で、うちは1年3組だったと思うんだけど、マジでみんないい子たちすぎて、西先生大丈夫っすか怒られてないっすかみたいな。言ってきてくれんの。お前助けてくれよマジで地獄だよこっちは弱音は入っちゃってましたけども、その生徒たちにも救われてたわけ私は。本当にありがとうな、その時の生徒。見てたらマジでマジで。今 YouTuber になってるよ。マジ意味わかんねえだろ。な。うちも意味わかんねえよ。学校が始まるのが8時50分とかじゃん。朝の会みたいなのが始まるのが8時50分とかで、うちもう6時半ぐらいに学校行って掃除。体育教官室掃除。で、先生たちのお茶準備みたいな。お茶ぐらい自分で用意してくださいって言いたかったけど、まあ準備。毎日毎日怒られるんですよ。結構メンタル来ることを言われるの。お前今まで適当に生きてたからだろ。だからそんな指導案しか書けねえんだよ。みたいな。適当に生きてません！まあ！で、どん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 日に日にメンタルやられてって、うち本当になんか人生でどれだけ悩んでても、うちめちゃくちゃいじめにあったことがあるんだけど、呼び出されて7人ぐらいに囲まれて、罵詈雑言言われるみたいないじめとか受けてたんですよ。で、学校行ったらなんか何来てんだよ死ねみたいに言われてた時代とかもあったんですよ。でも、その時もなんか死にたいとかまで思わなかったんですけど、マジでその教育実習の期間は、消えたいって思いました。本当に。こう道路とかで信号待ってる時に、ああ、今このトラックが私に突っ込んできてくれて、足骨折ぐらいになれば正当な理由として教育実習やめれるかな。みたいなことを考えてたらもう怖いじゃん！メンタルやられてんじゃん！誰か助けてやれよ！で、体育は5人ぐらいいたのか。その時一緒にやってた教育実習生が。で、他のみんなも、西大丈夫？みたいな。大丈夫。私笑えてる？感じだったわけ。で、その時ね、うち、彼氏いたの。まあ、そういう時の彼氏ってマジで支えてほしい彼氏じゃん。まあ、うち一人暮らししてて、その期間。でも、うち家に帰っても指導案とかやることいっぱいだったから、彼氏を家に呼んだりとかしてなかったの。で、全然会えてなくて。なんだけど、彼氏が、うちが一番追い込まれてる時、今日もコテンパンに怒られました。もう、嫌です。もう、私、口角を上げることすらできない。涙も出てこない、みたいなぐらい追い込まれてた時に、彼氏がサプライズで来たんですよ。まあ、ありがたいですよ。ありがたいですけど、頑張ってる、みたいな感じで、お家に来て、あーってなったの。もう、やだー、やめたい、何もしたくないみたいな。で、最初はなんか、大丈夫みたいな。気にすんなよ、みたいな。みんな厳しいって言うからさ、そういうもんだって言うじゃんみたいな。最初の5分ぐらいは慰めてくれたんですけど、そっから普通にゲームとかしだして、邪魔じゃねみたいな。指導案書きたいんですけど、みたいな。貴様がこう、家に来たことによって、指導案書けない時間が発生する。そうするとどうなる？夜鍋だろ？な？夜鍋なんすよ。まあまあまあ、いい、ありがたいから、来てくれただけありがたいから、心配してくれただけありがたいから。で、ラーメン食いたくね？って彼氏が言い出して。で、うち本当に、マジで食欲なくて。ごめん、ちょっと、食欲なくて、って言った。そしたら、俺めっちゃ腹減ったんだけど。めっちゃラーメンなんだけど。って言われて。あ、じゃあ、行く？うちラーメン食べれないから、隣で見てるみたいな感じになっちゃうけど、ラーメン行く？って言ったら、はぁ？何それ？ラーメン屋さんに失礼！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 え？待って待って待って、確かに確かにラーメン屋さんには失礼かもしれん。食べないのに席取るからね。え？お前の家族って代々ラーメン屋さんだった感じ？今彼女がすごいメンタルやられてて、毎日泣いてます。毎日泣いてるを差し置いて、ラーメン屋さんに失礼を取る。カウンターだけのラーメン屋さんで、まあ、二人で席を取っちゃうから、一人がラーメン頼まないと失礼っていうのもわかるんだけど、まあまあ別にテーブル卓もあって、で、別に、ちょっともらうとかぐらいでいいやん。いいやん、別に。飲み物とかは頼むわ、そら。なんかは頼むよ、じゃあ。行くんだったら。でもさ、その言葉が第一声で出てくるってさ、何こいつ！お前じゃあさ、大学辞めてさ、ラーメン屋さんなればいいよ。で、地域に愛されるラーメン屋さんになれよって言いたかったんですけど、もうそんな体力もなくて、しぶしぶラーメン屋さんに行って、もう全然食欲ないの。もう本当に何も食べたくない。梅干し一口でいいみたいな。
状態なんだけど、ラーメン頼んで吐きそうになりながら食べましたよ。元気ですか元カレ。マジで一生忘れない、それって。ただただ食欲なくて、あ、今日なんか食べれないかもって言って、うちじゃあラーメン頼まないけど隣で見てるよって言って、なんか、え、それラーメン屋さん失礼じゃんみたいな感じで言われるんだったらイラぐらいで終わるんだけど、もう本当にその時超追い込まれて、人生で一番追い込まれたんじゃないかってぐらい追い込まれてた時のそれだったから、ラーメン屋さんに失礼、お前そんな失礼とか考えたことないだろ、そんなキャラでもないだろお前、そんなラーメン屋さんに失礼とかいうその礼儀を重んじる系のキャラでもないだろ。まあそういう一番大変な時に支えてくれる人ってなかなかいないよね。けどやっぱりさ、結構さ、すごいその人が辛い状況だとしても、その人の気持ちになってこうしてあげよう、ああしてあげようとかって思うことって、もしかしたらあんまりできることじゃないのかなみたいな。人を支えるって大変ですよ本当に。なんかよく教育実習生と高校生の色恋とかあるんちゃいますみたいな、あるじゃんそういうの。ない、ない、マジでないっすよ本当に。なんとか先生かわいいみたいなノリは作ってくれるっすよ、高校生みんないい子たちだから。だけどない、ないよ、ないないない、うん、ないです。最後の日ね、教育実習終わりました。体育の先生たちと体育の実習生たちでご飯行こうってなったの。うちはもうその最後の最後の瞬間まで天の川先生嫌だったの。あ、行きたくねえ、なんかお疲れとか言いたくねえみたいな感じで思ってた。でも打ち上げお疲れ様会に行ったら、天の川先生が天女みたいな顔で笑ってんすよ。あ、西お疲れ、お座れよみたいな。もうずっとその日まで目だったらみたいな感じだったら、天の川先生がお疲れみたいな感じになってて、え、なになになにみたいな、失礼しますみたいな。そしたら、西よく頑張ったよ本当に、お前がこれで先生になるっていう選択肢を選んでも、先生にならないっていう選択肢を選んだとしても、この教育実習のこと忘れんなよ、お前はやれたんだから、お前は乗り越えたんだから、この先何だって乗り越えられるよ。いや、天の川先生めっちゃいいやつ、めっちゃいいやつ、やめてよ、最後にいいやつ見せないでよ、嫌いのまま終わらせてよ。やっぱり思い返せば、天の川先生が言ってることって全部正しいんですよ。リハーサルみたいなのもやったの、授業のリハーサルみたいなのも。で、今太陽があっちにあるけど、お前その場合どっちに立つみたいな。お前絶対太陽側に立つなよ、太陽側に立ったら生徒たちが太陽を直視しなきゃいけないから目に悪いだろっつって、そういうすごい細かいところまで考えてくれてた先生だったんですよ。あ、そうだったんだっていうのがその教育実習で超分かってた。授業始まる前にグラウンドに石がないか探すの、石があったらそれで生徒がつまずいたら怪我するから、まず石を拾うで怪我しないように整地すると、それをずっとこの人はやってきてたんだっていうのが分かって、いや、めちゃくちゃ生徒思いやん。やっぱさ、生徒に嫌われるポジションってさ、誰もやりたくないじゃん。うちだって嫌だし、そんな厳しくしてくれてありがとうございますなんていう生徒なんてさ、めったにいないわけだからさ、まあみんな好かれたいと思うじゃん、慕われたいって思うはずなのに、自ら嫌われ役を買って出てるっていうのは、本当にこの教師っていうのに愛がないとできないなって思ったの。怒らなきゃいけない存在っていうのは絶対どの学校にも必要なわけじゃん、やっぱり。じゃないとどん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 秩序が乱れてってさ、何でも OK 無法地帯みたいになっちゃうわけよ。だからさ、すごいなんかもう天の川先生ってなっちゃって、今ではマジで大好き天の川先生が。しかも大人になって自分にそこまで 100% 以上の情熱でぶつかってきてくれる人っていないじゃん。今28歳でこれまでの人生を思い返して、本当に本気でぶつかってきてくれたなって思うのって、その天の川先生と中学の時の顧問だったの。そのぐらい少ない、28年間で2人ですからね、たった。でもその2人がいなかったら、うちはどうなってたかもわかんないし、間違った道とかに行っちゃってたかもしれないなとか。ちゃんとうちが真面目になれたのも、まず中学の先生のおかげだし、そっから大人になって天の川先生に出会って、またもう一度しっかり情熱持って生きようって思えたし。なんか教育実習って正直なんかこうめんどくさいみたいなイメージだったの。教育実習行かなきゃいけないのかみたいな感じだったけど、ちゃんとなんか高校生って今何考えてんだろうとか、
こういう授業の時授業についてこれない子とかがいて、その子たちの気持ちってどうなんだろうとか、例えば2人1組作ってくださいっていうのだけでも、2人1組作ってっていうのって結構高校生にとって重荷なんじゃないかとか、じゃあそれをどういう言い方にすればみんな重荷にならず楽しいし学べるっていう授業ができるかなっていうのを考えられるようになったし、マジで山田川先生本当にありがとうございました。マジでマジで、うん、皆さんも新生活で辛いこととか新しい出会いとかがあって、あの気づかりすることもあると思いますけれども、皆さん手を取り合ってね、楽しんでいきましょう。大丈夫、そんな感じです。いません、私のなんか教育実習の話をさせていただきました。少しでも皆さんの元気につながればいいなと思ってます。本当に楽しみましょう。それではバイチョメリンバイチョメリンバイチョメバイチョメバイチョメリン